第一線を駆け抜けてきた蜷川実花が太宰の終幕への日々を映し出す。蜷川は太宰への共鳴を隠さない。こう結構女性3人があの結構クローズアップされてて、あのもちろん女性なのでそこの心情は寄り添えるところすごいたくさんあったんですけど、一番やっぱりなんか自分的にシンクロ率が高かったなと思うのは、意外と太宰で、決して人としてはちゃんとしてなくて、いろんな人傷つけてもそういうことがこう作品に入り込んでいく面白さみたいなのってやっぱりあるし、こう肯定せざるを得ないというか、私子供がまあ2人いて生活があるんで、生活をしながら物を作るのってやっぱりすっごく難しいんですよね。あの何かを捕まえられそうになった瞬間に子供がアンパンマン持ってやってくるみたいなことで、もうやっとこう潜って潜ってなんか取れそうな瞬間にパッて現実に戻されちゃうから、でまたそこがその深さまで潜るのにまた同じような時間が必要だったりとかして、女房だの子供だの壊れちゃ困るもんなんて作家は持っちゃいけねえんだよ。家族を捨てる捨てないみたいなこととか、守るべきものがあるないみたいな中でのものの作り方の揺れる気持ちみたいなことはすっごいこう寄り添えたし、そこの人と人じゃないものみたいな狭間でこう悩む気持ちっていうのがやっぱすごくよくわかりますよね。大丈夫、君は僕が好きだよ。天才作家太宰治と彼を愛した3人の女。お父さん、天才、誰よりも才能がある。私、愛されない妻よりずっと恋される愛人でいたい。死にたいんです、一緒に。結局全部ネタだよ、書くためなら何でもやるんだ。たかが不倫小説じゃないですか。たかが不倫、じゃあお前やってみろよ。地獄に落ちて書いてるか。全部ぶっ壊して書く、人間失格。恐るべき神になった気分だ。私、赤ちゃんが欲しい。うざっけ。あなたはもっとすごいものが描ける。あの名作はこうして生まれた。人間失格、太宰治と3人の女たち。はぁ、死ぬかと思った。